はようございます、コスケです。今日はこれから、今新千歳空港にいるんですが、今日はこれから東京出張ということで東京まで行ってまいります。今朝の7時なんですが、飛行機は7時50分なので急いで手続きしてこようと思います。ちなみに東京に何しに行くかというと、ワークマンです。ワークマンの過酷ファッションショーが今日渋谷で開催されるということで呼んでいただいたので行ってこようと思います。それじゃあまずは搭乗手続きですね。行きましょう。まだ7時だと全然人がいないですね。そういえば空港来たのはコロナ以降初めてかもしれないね。かなり久々に空港に来ました。懐かしい気がする。JAL の東京行き7時50分なんで JAL500 ですね。搭乗口は12番ですね。行きましょうか。本日こちらの便を担当いたしますのは森でございます。本日の目的地、渋谷にやってまいりました。この製品についている生地なんですけど、穴を開けてでも戻っちゃうという、ちょっとあるんですけど、はい、すごい触ってすごい、ね、ああ本当だ、なくなった、なくなってる、毛が出てきにくいっていうことなんですかね。そうですね、なるほど。どうしてもちょっと穴とかが開いてると、はい、こうやっぱ抜けて痩せていくじゃないですか。それを防ぐために採用している生地です。家じゃちょっと実験できないですからね。さっきピンと合っていなかったのでもう一回やってみますが、こうやってしっかり針を刺しても抜いたところ、針を刺した直後は開いているんですが、少しこうやって揉んでやると穴が消えるんですよね。これはなかなか便利だと思います。毛が出やすいダウンには最適の生地なんじゃないかなという気がしますね。これを強化したバージョンです。いきますよ。釘刺さってます、はい、本当はこれは針専用なんです。釘専用の生地なんです。開いてますね。開いてますよね、はい、本当だ。すごい、すごいですね。
え、これって他のこのダウンには使われてないんですね。あの一応レベルがあって、このダウンの生地にはよりちょっと繊細な生地使ってるんで、針の、0.9 倍っていう、はい、針のサイズまではちゃんと塞がっているという形ですね。今見てもらった通り、フュージョンダウンフーディーに採用されているリペアテックは針くらいの穴を塞ぐものですが、同じ技術で釘の穴まで塞げるものも開発しているようです。今のところこの大きな穴を塞げる製品に関しては採用されているものはないということですが、今後この生地を使った製品も出てくるということでしたね。アウトドア製品にはいいかもしれませんね。今年ワークマンから発売されているフュージョンダウンシリーズ、それに使われているダウン中綿なんですが、化繊とダウンの混合綿なんですね。ポリエステルも入っているということで、ダウンのふわっとした感じではなく、少し化繊らしいゴワゴワした中綿になるんじゃないかという気もすると思います。実際ダウンは 45% しか入っていないんですが、ダウンフーディー触ってみるとすごくふわふわなんですよね。従来のアルティメットパーカーとかユーロアルティメットに採用されているモコモコの中綿と今回のフュージョンダウンのふわふわ感の比較も見せてもらいました。なんでこれもポリエステル配合ですので、あのこれでまあ見ていただくと分かるんですが、じゃあ配合してるからじゃあ膨らみってどうなのってなると思うんですね、軽さとか、はい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 、でフィルパワーも今同じぐらいの保ってるんですが、こちらはあのアルティ使ってる方です、うん、でこれがあの今回フュージョンダウンなんですけども、はいはい、まあ、これスイッチで下から風が様子を見ていただくと分かるんですけども、はい、お、すごい、もう全く違う。これは通常のポリエステル、ポリエステルですね、ポリエステルですね、こちらアルティメットの、はい、なるほど、これも分解したファイバーダウンなんですけども、はい、まあ、こういった形で、へえ、ふわふわですもんね。これはその混ざった状態ですか？混ざった状態です。あ、本当に？はい、もうこれぐらいあれなんで。フィルパワーどんぐらいなんですかこれ？600ぐらいあります。あ、じゃあまあ全然あの通常の風入れてればね。全然もう触っていただいたら分かるんですけど、こう、まあ、ここら辺押してもらって戻りますから、これだけかさだかあれば。というわけでアルティメットの中綿とのふわふわ感の比較見てもらったと思いますが、とても今回のフュージョンダウンふわふわしているんですよね。この化繊が 50% 入ったフュージョンダウン、フィルパワーがだいたい600近くあるということで、ダウンとしてなかなかいい性能ではないかなと思います。そしてワークマンのダウンといえば、今年気になる製品がもう一着あります。それがこのイージス防水防寒ダウンジャケットです。こっちは化繊が入っていないダウン 75% フェザー 25% となっています。しかも防水性能が高いイージスブランドですから、ダウンジャケットなのに水に強いという製品になっています。かなり生地もしっかりしていてあったかそうな感じがします。でディアライトなんで撥水も、そうですね、はい、かなりしてくれるし、しっかりしてるんですよね、結構生地がすごいしっかりしてる、防水、防水ですね。でしょ、はい、ジャバジャバ行っても大丈夫っていう、そのダウンビビんなくていいですもんね。そうですよね、結構やっぱ雪とか降るとダウンビチャビチャになっちゃうんで、ね、したらもう元戻んないですよ、乾燥させて。そうですね、うん、これはすごい楽しみですよ ね。北海道でも暖かい日はビチャビチャの濡れた雪降ることがあるんですが、そういう時にダウン着ているとかなりボリュームダウンしてしまうので、そんな時この防水性能の高いイージスダウンはかなり役立ちそうですよね。そして今年のアルティメットパーカー、僕は買っていないので気づきませんでしたが、やはりこれ蒸れやすいという人が多かったんでしょうね。胸ポケットが見ての通りベンチレーションを兼ねるようになっていました。胸ポケットは二重になっていてベンチレーションを兼ねているんですよね。通常のポケットの奥に胸ポケットのネットの部分とつながるファスナーがついていて、これを開けると表側と裏側がつながるようになっています。ベンチレーションのネットとしても内ポケットとしても使えるという作りになっていました。そしてもう一つとても気になっていた製品がこのケベックロングです。ケベックが長くなっただけの製品かなと思っていたんですが、よくよく見てみるとかなり違いはありました。まず靴底なんですが、これはケベックネオと同じ WM アイスソールですね。
滑りにくい靴底となっています。そしてロングの長くなっている上の部分はこうして折って履くこともできるので、通常のケベックと同じぐらいの長さのブーツとして履くことも可能です。そして何といってもいい意味で期待を裏切られたのがアッパー部分の生地の素材です。ケベックよりなんかちょっとかっこいいですね。かっこいい、かっこいい、全然かっこいい。なんか布っぽい感じになってますもんね。全然いいかっこいい、で折ればそんなに長くないで使えますもんね。欲しいなこれ。僕長いだけかなと思ったんですけど、この部分が大きいしですよね。で材質も全然違いますね、布の、はい、そこも違いますもんね。布感ある、ね、布感ありますね、うん、で裏も違うんですよね。これケベックネオのと同じタイプの、ね、雪でも氷の上ってやつ、コルネだっけ、ケベックロングというくらいなのでケベックが長くなったものかと思ったんですが、アッパー部分が布のような素材で結構高級な印象のブーツになっていて、しかも5センチの防水ということもあってとてもいいですね。このグリーン欲しくなってしまいました。 20% ってのは20%がこれなんです。どう開発的なコンセプトっていうのは、ああですよ、まあ、本来100、まあ、これが本当に、はい、主力としてやったのと、はい、どうしてもウールで、はい、これがあの軽さ的にはこう目つけてこれぐらいの大きさで 150g の素手のタイプと、はい、でボリュームちょっとどうしても11、12月ぐらいの本当に冷えた時ってやっぱ厚地の方が好まれる人も多いんで、その時にアクリルレーヨンとウールを混ぜた。なるほど。厚地のと薄手で分けた形です。あ、暖かさ的にはやっぱり厚い方が暖かいっていうことなんですかね。暖かさで言うとこっちの方があるんですけど、ウールの良さが本当蒸れ感も出ないですし、いやそうですよね、快適さが高いのはこっちですね。どうしてもアクリルレーヨンってあのこもっちゃうんで、はい、汗冷えだったりとか、はい、こっちがどうしても、まあ、20% ある分はあの発散はできるんですけど多少マシになってる。そうそうそう、こっちの方が快適さは、まあ、重ねて着るなら中にこれ着た方が良さそうですよね。いや、というわけでメリノウールのこのインナー 20% のものと 100% のものがありますが、 20% のものに関してはより厚く暖かいものということで作ったみたいです。ただやっぱり快適性なんかを考えるとこの 100% の方が高く、そして主力はやっぱり 100% のインナーということでしたね。メリノウール製品といえば今年は帽子なんかも出ますよね。来月発売みたいですが、もう一つ気になっていたのが靴下の種類についてです。ああなるほど、こっちとこっちはカラーが違うだけですか。いやこっちが、はい、ここが本当のサポートゴム入れたタイプ。ああなるほど。に対してこれ本当の真冬で作ったんで、これゴム入れながらパイルも入れて、はい、あったかそう。だからこれが一番厚地のタイプになります、ね、ああなるほど。じゃあこっちの方がいいです、あったかいってことですね。北海道だったらもう飛ばしちゃっていいですね、これは。ですね、まあ、買っちゃいましたけど、ね、そうですね、そうですね、買っちゃいましたけど、夏からこっちでいいっす。そうですね、あそっか、これが11月なんですね。これ11月です。ちょうどこの辺がね、逆に11月ぐらいで難しくなってくる、はい、それに対するケアで、本当の厚地に変えていくよう、ね、なるほど。というわけで、メリノウールの靴下、レギュラータイプなんですが、もう一足、来月発売になります。で今あるこのタイプよりもよりあったかい厚地のものになるということでした。中がパイルになっていてとても暖かそうでしたね。ふわふわの靴下になっています。ちなみに価格は同じ780円なので、カタログにも載っていたタイプですよね。よりあったかいものを求めるのであれば下にあるものの方が良さそうですね。このメリノウールソックスのショートタイプ、なんでサイズがちっちゃいのかについても聞いてみました。このどうしてもウールとゴム糸で編んでるんですけど、はいはい、こっちがポリエステル、ゴム糸に対してポリエステルを巻いてるゴム糸なんですけど、はい、こっちはあのナイロンのよく医療とかで使うライクラって、ライクラの FTI 使うとギュッと締めれるんですよ。ああなるほど。フィット感を最初上げたかった。ああそっかそっか。そっちで締めたんですけど、やっぱウールの特性上ゆったり履いた方が好まれる人が多いって言うんで、ちょっと今年、なるほど、丈はどうしても、まあ、もともとではスニーカーに対するケアだったんで、はい、なるべく薄手でフィットグッと締めて履きやすいっていう。なるほど。で、まあ、こういううちどうしても河川が多かったんで、はい、蒸れにくい靴下を作りたくて、そこからウールに入った。ああそうなんですね。というわけで、もともとフィット感を上げたくてちょっときつめのものを作ったらしいんですよね。
ただやはりウールはふわっと履いた方がいいかなということで、今年からは少し余裕のあるサイズになっているみたいです。今年は去年と違ってよりふわっと暖かい感じになっているので、来月発売のこのもっと暖かいメリノウールソックス楽しみですね。他にもワークマン女子用のブースもありましたね。女性用の製品に関しては僕は着ることができないのであまり詳しく見ていないんですが、ただ全体的にとてもおしゃれでしたね。女性のブロガーさんとか YouTuber さんなんかが結構着て見ていました。確かに今年のモデルおしゃれなものが増えていて、こうやって見ているとワークマン製品には見えないですよね。どうも、お久しぶりです。どうも、コスケです。コスケさん、どうも、前回以来で、とんでもない。そうなんです、あのメンズライクより、あ、女性モデルよりこういう色の方が好きなので、サイズ S サイズだ。これはやっぱり、ね、このお店作ったから女性用のサイズもあるんだ。ああ、そっかそっか。なんか今年かっこいいのがありますね。これ両方でかっこいい。なんだろうこれ。これはフーディーですね、この仲間の、はい、あ、リバーシブルなんだ。リバーシブル。あ、なるほどなるほど。これとこれは同じものなんですけど、表と裏と両方。ああ、そっかそっか。材質的には基本的には一緒なんです。材質は一緒ですね、はい。へー、あー本当だ。両面で違う。ちょっとポケタブルはできないです。あ、はい、そっかそっか。両面切りますので、はい、ポケタブルの代わりにリバーシブルになってるんですね。とフード、はい、あー本当だ。これは今年の新作というか、まあ、リニューアルバージョンです。リニューアルバージョン、いやこれかわいい。MA1 をその、はいはい、MA1 を取りやすいって。あー、いい色じゃん、かわいい、好き。いい色じゃん。これ女の子普通に着れますね、普段着で着れる。なんかサテンっぽさが本当に MA1 と同じ感じやね、うん、いやこれはかわいい。それでも外で、これは中、あ、本当だ、あ、本当だ、二重になってる。二重になってる。お、重ね着風に見える。これを取ることもできるところ。マジですか。これおしゃれだ。これおしゃれのためにつけたってことですか。おしゃれじゃなくて、これがと、もともとこれだけなんですけど。あ、これフードですか。フードはついてる。あ、これフードですか。そっかそっか、なるほど、はい、へぇ、かわいい。これにこれを重ねてつけるんですね。はぁ、ちょっと鏡見たい。すごい面白い。かわいいです。いや、いいですよね。素材感いいよね。テカってるところ。サテン、サテンっぽいのがいい。いいですよね、これ。これいいですね。というわけで、最後、梅野さんの協力もいただきつつ、ワークマンの新製品や開発コンセプトなどの話を聞いてきました。そうこうしているうちにファッションショー開催の時間になったので、会場に移動したいと思います。長くなるので、今回はここまでです。次回後編ではショーの様子お伝えしていきます。ライブ配信されていましたが、どんな様子で撮影されていたのかなど、各国ファッションショーの会場の様子、空気感などをお伝えできればなと思います。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。